ではキストです。ホワイトデーツ続きやっていきたいと思います。閲覧室、閲覧室は向こうの、ああ、よ、向こうの一番上だ。OK。ここ開くんだっけ？ここ開いてるわ。開かない。一階から行くしかねえか。じゃあ。困ったものだな。カメラもね、あと一枚しかないんだよね。結構。あのロッカーがさ、開くとは思わなかったからさ、あのロッカーになんか苦戦したわ。探して回っちゃったよ。紙どこにあんだと。おう、カメラ来たぞ。いるな。上の方行ってるね。わかんない。一番上なんだよな。閲覧室って。アイスが上に向かってってはいるけど、バレるんじゃないか。あ、表示されてるな。この配置リセットやめろよ、これで。お、だね。あ、配置リセットされて、下に逆に行った。ほら、なんでこの位置から反応してくんだ、あいつ。だな。ああ、閲覧室、久しぶりだね。謎の絵のかけら。おお。これか。書いてるね。キャンパス部。持ってってると。あ、なんだよ、足元に落っこってんじゃねえか。ふざけんなよ。マジでよ。足元とか全然見てなかったわ。毎日が悪夢みたいだ。もしかしたら私は今地獄に落ちてて罰を受けてるのかもしれない。大切な友達のソンワを殺した罪で。アトリエにはインヒョプの描いた絵がある。あの絵を見るとなぜか鳥肌が立つ。屋上で偶然超、数人に会った。最近、主人がソマンを殺したという噂が聞こえてくる。あの子はタバコを吸いながら涙を流していた。そして、私を見ると慌てて屋上から降りていった。本当に主人がソマンを殺したの？何が何だかわからないよ。ないよね。意味がわからないよ。アトリエを調べよう。アトリエって言った？はい。階のところだよな。行かないと。また戻るんだよ。ああ、こんにちは。挨拶大事。
挨拶にスランプなし。とりあえず嫌いな奴にでも挨拶はしといた。おはようございますかな。こっち戻ればいいのかな。ああ、ヘッドバンしてます。どうしました。いろいろ飾ってありますがね。アトリエって向こう？インセプト描いた絵がある。ああ、開くじゃん。多分この写、この骸骨だと思う。あの心霊写真のやつ。遺骨の正体。これか。ヒコン、俺は、おも、ダヨニアニャ。イニャピがダヨニレ진짜좋아하긴했나봐。リズクの姉ちゃん。이런것도숨겨놓고。チェイニャプル、알아요？알지。지금어디있는지도아는데。어제수희아저씨가지하실에던져놨거든。아지카로니이때였을까。지금도살아있을지는모르겠지만。자지카로니이때였을이단데아나히토리네무때다けど。오기탄다。너거긴왜들어가려고？서유리？서유리내이름을알아？한나영과같은방송부였잖아요。최인엽이저아래에있다는얘기를들었어요。인엽이가？네가인엽이를왜찾는진모르겠지만저아래는조심하는게좋을거야。지하실은뭐때문인지아무도가지않아。あのヤバい日記書いたのって。내가먼저내려가서상황을볼게。넌이걸로숙직실에가서도움이될만한물건을찾아와줘。숙직실에わあ、選択肢。まあ、言う通りにした方がいいのかな。これは、とりあえず言う通りにしてみる。알았어요。제가찾아올게요。ああ、地下の城に殴られてる。これで捕まった感じかな。ぶち込まれてる、親に。舌をカッターの刃で切った。え？インヒョプからもらったパンにカッターの刃が入っていた。口から血がダラダラと流れた。やばくない？同じオフソブの、そう、ユリ先輩がびっくりして、私を保健室まで連れてってくれた。口の中がすごく痛い。捕獲を受けれなかった仕返しにしてはひどすぎる。今日はインヒョプが放送室に携帯を忘れていった。この前のこともあったし、もしかしたらと思って携帯のメッセージを確認してみた。タグ上忘れたのか、ソノが書いたかのように送ったメッセージが一件残っていた。その時、インヒョプが入っていって、人の携帯を勝手にピンと言いながら、持っていった。あの男、ガチだったらマジでクソだぞ。動きはなんもない。バットぐらいしかなくない？宇
直室を調べよう。あ、鍵がある。あ、でもこの鍵拾えないな。ハンナよ。당신을그렇게気づくお姉ちゃんじゃん。死んじゃったんです。もうこういうのこういうの学校から出てもいいですよ。そういうわけにはいかないのか。気づくの姉ちゃん前作とまんまだな。幽霊状態は미안해요소영언니나영언니를선물시키지못했어요여보세요실패だってバッドエンドかこれ無駄足うわ最悪だなバッドエンドだな。いや選択肢2つあったんだよね。無駄足。うん、あ、逃げて殺されたんだ。あの男ガチでクズじゃん。これはなんだろうな、自分で選択肢が今回2つあったってことは、自分で行くべきか、あそこで俺が正体を現して会話を聞くべきなのかっていう感じだね。遺骨の正体、人間ってことは、ドゥソンの体は暖かくになっていた。うん、エピソード3は、エンディング3つだから、確か。なるほどね。ぽよ。ゆりさん。さすがにでも ねえ、これはもう一回もベストエンド目指してやるしかないな。とりあえずな、どっちだろう選択肢としてはね。でもな、ゆり先輩の方の言うことを聞くのはやっぱりダメなのかな。ちょっとわかんないけど、まあ、ちょっとね、じゃあベストエンドね、目指してもう一周やっていきたいと思いますのでね。はい。それまで、カットだな。これ前回、こっそり聞いてみようにしたんだけど、多分入った方がいいのかな、これは。うん。って思う。여기졸업생인데넌이학교에다니는1학년생유지민이요여기서뭐하고있었던거예요뭐하고있었던거예요놔두고온게있어서서로그냥못본걸로하자학교에몰래들어온건둘다같으니까사람뭐지아そういう感じか。これは合わないっていう感じだったね。これどっちが正しいのかな。でもね、多分ゆり先輩はめちゃくちゃ怪しいからな。いじめてた。あれ確か一人だったよね。ここちょっと違うな。あ、光がいる。
おお、何やってんだ。え、雫の姉ちゃんって。あ、なるほどね。捕らえられたから、ゆり先輩来ないんだ。なるほど。で、こっから違うな。じゃあ。地下に行く感じか、じゃあ。あいつを助けに行くってことか？こっちなんかあんのか？やっぱり覗きに行くのが正解かな。あそこで、まあ、あの光だと思うんだけど、ゆり先輩を捕らえててくれているから、ここでゆり先輩が来ずに、三角コンタクトしないと。なんだこれ。の灰持ってるね、俺。カメラある。わーお、じいちゃん。どこにいんのそれ、じいちゃん。じいちゃん、どっから来てんのそれ。いや、わからんわからんわからん。じいちゃんがどっから来てんのかがわからん。え、なにこれ。バルブ回して、あ、火の灰が出る。わぁ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 。ここに火があるんだ、それで。なるほどね。うん、空振りだぜ。これをやっていく感じか。じゃあ。いや、ここだ。レバーをただ全部上げればいいのかな、レバーは。ん？金の一番があるか。順番があんのか。あ、ここ開いてる。何もない。19にしろってこと？あ、そういうことね。今 15？ 待ってください。11、これ18か、これだと。
오케이 오케이. で金が出ると思うクソ適当に回してたもん。どこに出てる？あと2箇所もあるのね。金ね。はいはい。7が出る。入り口なんですって。 20?7 だね。だってこれもうないの。あ、ここにある4番。これが当たるのか。それでこっちとこっちはまた別か。レバーあったか。でもあ、ここにあるね。7、20、どの道に7いるか。じいちゃん来ちゃった。どこに行ってんの。君たちがいる部屋にも何かありそうなんだよね。あ、何もないの。何もない系かよ。無駄に解放しちゃっただけ。危ない。6の方だ。いいの。はい。OK だろ。出してあるよな。オッケーオッケー。どう。おぶね。あ、敗戦。やられてないからね。おお。なんでこった。パイセン、パイセンやられた。助けてくれたのに。10。すべて。最後の水の灰。最後は早かった。おい、勝負しろ。
パイセンは助けられない。同じ目に合わせてるってことだな。これな、これはしかえし、え、これどうなの。学校はか、はえ、破壊し学校去る。同じくユリはジョヒョンに憑依されたナヨンによって火災回数に縛られていて、ソヨンが死んだ時のに火災事故に遭ってしまう。ああ、光が雫の姉ちゃんに憑依されて、捕まって、まあ、さやかと同じように殺されたってことか。でもそうなるとこれはグッドエンドではないのかな。目的としてはさ、雫の姉ちゃん成仏させたい、さやかなんとかしたいっていう感じだよね。これはまた違うのかな。いや、覗いちゃいけない。もしくは、何か、エピソード2みたいに、特殊な条件がいるかっていう感じだと思うんだけど。うん。でも、覗いちゃう場合や、現れちゃう場合、覗く場合、先輩が現れないから、結果的に多分このエンディングには絶対に行くんだよね。でも、覗いた場合、覗いた場合、ゆり先輩が、の言うことを聞かないと、多分ね、それもそれでバッドエンドだと思う。ってことは多分なんかね、条件がいるんじゃないかなって思う。多分ここだ、ここがグッドエンドだと思う。これで、これがバッドエンドだと思う。4つかな。ここは多分違うやつか。だと思うんだけどな。エピソード1のエンディングが 1,2,3,4,5、 エピソード2が 1,2,3,4,5、 エピソード3が1,2,3,4、 4つか。じゃあゆり先輩についていくパターンしかあと残ってないんだよね。言うこと聞かないパターン。でもあれは多分ね、俺バッドエンドだと思うって思うから、多分なんか条件がいると思うんだよな、これ。うわぁ。マジかよ。俺また探っていかなきゃダメか。多分、選択肢だけで変わらないっていう感じか、これは。ちょっとね、探っていこうか。あ！これは、雫の姉ちゃん。これか。同じ放送部の総ゆり先輩がキム・ジュウォン先生に
怒っている声が聞こえた。ハンナヨンのせいで放送部の雰囲気が悪くなってるのに、どうしてあの子を対応させなきゃいけないのかと問い詰めていた。録音室でうずくまってるうちに気を失うように眠ってしまった。起きたら深夜になっていたけど、なぜか放送室にはゆり先輩がいた。こっそり見ているとゆり先輩はファンの中にいくつにも持ったカッターの刃を押し込んでいた。その時前にイヒョップがくれたものだと言ってゆり先輩がファンを出してきたのを思い出した。今日はゆり先輩が放送室に携帯を忘れていった。この前のこともあったし、もしかしたらと思って携帯のメッセージを確認してみた。削除を忘れたのか、ソノが書いたように送ったメッセージが一件残っていた。その時ユリ先輩が入ってきて、人の携帯を買って見えたと言いながら持って行った。犯事件と詐称メッセージについてユリ先輩に問い詰めた。でも先輩は逆に、私がキム先生と一緒に行動しているのが怪しい、何か企んでいるんじゃないかと怒り出した。それからこれ以上放送部の雰囲気を悪くするなと警告して部屋から出て行った。最近誰かにつけられているような気がするけど、もしかしてキム先生から計画について聞いた。久しぶりに心臓が踊るような気がした。計画の実行も脱落し、失敗したため私はソンアを復活させたい。ああ、さやかのことね。まあ、雫の姉ちゃんはさやかを控え出すようとはしていたんだよね。うん、そう、それはね、確か前作でもあった気がする。でも結果的に自分が死にやったんだよな、自分で自分をって感じで。うん、まあカッターを仕込んでいたのはあの先輩じゃなくユリ先輩だったってことだ。あーってことは多分雫の姉ちゃんのこのダイアリー日記を全部読むか読まないかで変わってくると思うな。おそらく、あそこはユリ先輩に声をかけた状態で、ダイアリーをすべて集めればっていう感じだと思う。変わったね。光が出てきてない。やっぱり。これでじゃあ多分覚醒だ。前回は光が出てきたんだよ、あそこで。で、そうすることによってユリ先輩が捕まって、雫の姉ちゃんに脅威されてって感じだったから、来たね、これね。多分これでこのまま行けば、間違いなく死ぬんだと。これでどう変わるか。少なくともユリ先輩が捕まってないから。あ、変わった変わった。왜그런짓을했어요?대체왜?당신이한나영을죽인거나다름없어요.오이쯤에잖아.아니?한나영걘정신이이상해서자살한거야.내가괴롭혀서가아니라.걔가자살했던날그애가뭐했는지알아?김지원선생이랑학교에서이상한의식을치르고있었어사회강단입니다의식?설마나그때그딴거못하게방했어알아듣겠어나영이학교에서그런짓을할만큼정신이이상했으니까자살한거란말이야그게아니에요아뜨다요나엄마당신이부활의식을방해해서김송아의부활의식에실패한거예요그래서한나영의죽음까지확대된거라고요뭐부활의식뭐라는거야俺は사야카も시즈쿠の姉ちゃんも귀찮게볼래얘기하고붕붕말을나서죽은년따위내가알게뭔데뭐갑자기왜한계가아그래와リズクの姉ちゃんだな。やばい、激おこぷんぷん丸です。우리소영이를잘부탁해
우와. 지즈구다네. 지즈구의 것은 히나짱이 맡아서 와. 후슈기. 에? これが新エンドかよ。やば。本当に言ってんの？終わり方。でもこれが多分新エンドだね。わあ。終わった。エンディング収集、これがおそらくエピソード3の新エンドが復讐期、ソヨンの反社会性パーソナリティ障害に気づいた誰かがそれを悪用し、ソンワを死に至らせた。その人は望むものを手に入れるまで止まらないだろう。あそんな内容じゃなかったろ、これ。ん？ソンワを死に至らしめ、さやか。これ。これ、なんか、役間違ってねえか、これ。なんか。こんな内容じゃなかったよな。まあ、でも、結果的には、エピソード2で、さやか自体はもう解放されちゃってるわけだな。成仏してるわけだ。で、その裏で、雫の姉ちゃんは、ひなちゃんの手によって、まあ、自分をいじめてきたやつと、もろとも、決して成仏したって感じだよね、多分ね。だから、まあ、さやかも、雫の姉ちゃんも、学校に囚われることなく解放はされたってことだよね。うん。まあ、あんまりスッキリする終わりからではなかったけど、なんか唐突に終わったしね。で、おそらく、ゆり先輩の無視して地下室に行くと、多分バッタンデだと思う、あれは。あれは。100%。多分これが、ひなちゃんのエピソード3においての多分一番いいグッドエンドだと思うね。はい。いやー。はい。そういうわけでね、エピソード2、ホワイトデー2、最後までご視聴ありがとうございました。はい。まあ、見てないエンディング、まあ、これ、エピソード1のね、これでデータ別なんで、1個は見てるんだけど、他のは多分見切れないので、めんどくさいのでね、正直。これ、エピソード2でバッドエンドやってから、エピソード3、2をクリアしないと、バッドエンド見れないとかいう、すげえめんどくさいシステムになってるんで、はい。まあね、できてもね、俺が見てね、バッドエンド気になる方はね、立ってやってみてはいかがでしょうか。はい、というわけでね、ホワイトデース、最後までご視聴ありがとうございました。次回もね、マイクロシャーのゲームやっていきたいと思いますのでね、次回もよかったら、また見に来てくれると嬉しいです。ぜひともね、チャンネル登録、高評価もちろんはね、励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは